フォルテ・ガルデンは、ヘッセン州ダルムシュタット市にある私立の公共庭園である。マチルデン法への、アール・ヌーボ、エリアにある多神境のパーマカルチャー庭園で、ジョン・ウィルクス、ヤコポ・フォーギニ、ジェローム・アベルセ・セギュン、ヘソン・ヒョンなどの世界的に有名な彫刻家によって、ビクトル・シャウベルガーの不要力の発見が芸術的に描写されている。庭園は、 ダルムシュタットのヘンリー・ノールドの私有地であるが一般に公開されている。フォルテという言葉は渦、または渦を巻く動きを表しており、庭園の所有者としては螺旋形、スパイラルの形を意いとしており、引いては DNA、二重螺旋、および生命のビルディングブロックなどの概念を連想させるものとなっている。同ダルムシュタットのフォルテガルデンの フローフォームディーフェンバッハケのために建築家であるジャン・フバート・ピナンドによって1921年に建てられたハウス・フーベルトゥスとともにフォルテガルデンは生命改革運動へのオマージュである新しい形態の聖なる地形の基礎であり共産主義と資本主義の両方に変わるものとして考えられていたミステリーサークル象形文字ドイツ及び スイスの芸術家によるマティルデン兵衛、ボルプスベイデ、アムデン、モンテベリタにおけるコロニーのカリスマ的効果は、ボヘミアンと自由思想的な創造性を育み、他のユートピア的プロジェクトの出現とヨーロッパにおける新しい思想のバックグラウンドへとつながった。その背後には、楽園の喪失に苦しみ、より新しいものを発見したいと考えるアナキスト、ヌーディスト、フェミニスト、ダダイスト、 平和主義者、フリーメイソン、進学者そして自己探求者の夢が詰まっていた。このような人々により訴えかけたのが、ユートピアの精神と、昔ながらの人生の過程や習慣から遠く離れた自身の神話の創造を通した自己の新しい定義であった。フォルテ・ガルデンは、この目に見えないエネルギーが落ち着き、集約された欲求の場所を映し出している。 卵型のジオメトリフォルテガルデンにおけるもう一つのテーマは新世紀科学とそこから派生した毎年イングランドで穀物の収穫時期にたまに現れる直径70メートルのミステリーサークルに見られるようなフィボナッチ数列や黄金分割のような宇宙的な数値関係であるイングランドに現れるミステリーサークルより小さなものが繊細な職人技により立体的にモザイクと タイル張りの象形文字の形で、ダルムシュタット市のプリンツ・クリスチャンズ・ベイク13にて保存されている。ミステリーサークルの非常に複雑な模様は、段階的に理解可能な幾何学的デザインとして描かれており、サイドエントランスの階段には彫刻されたどうかの列が48個の異なるミステリーサークルの象形文字として短い間隔で並んで立っており、 秩序立った上品な印象を与えている。ドームデザインに輝くガラス製のプリズムを持つミステリーサークルモザイクのインスピレーションはワイマールにある古ぼ性が描かれたゲーテのサマーハウスの写真から得られたものである。ミステリーサークル承文も直の周りに設置された108個にもなる卵型の歩道石は月を思い起こさせるようなものとなっており原子量108の銀器金属を映し出し、 月の半径である1080マイルを放彿とさせている。ジョン・ウィルクスによって有機的に形成されたカスケーディングプールでは水は流域の幅に応じて様々なリズムで流れる細かいパターンを作り出している。このトリックが仕掛けられた噴水には3つのタンクを通って雨水が供給されており、フローフォームにより動きは活発になり、この水は庭園の灌溉に使用されている。 クレイウードンムシのホテルフォルテガルデンにおける庭園の土壌と植物の維持管理はパーマカルジャーアプローチの原則に基づいている。ヘルマン・ベンジェスの提言によるとこの庭園では比較的多数の枯れ木や材木の山が微生物の繁殖地となっている。ヤコポ・ホッキニによって作られた丸い木製の通路とマゼンタ色の昇乳石彫刻で彩られたクレーターのように卵型で掘られた池は 体操運動のために地面に掘られ、地球の動きを伴った古代北欧風の運動、ジョーを真似ている。ベル型の螺旋状に渦巻く水流を伴う三本足の同性ジョーは、ビオトープに活力をもたらしている。昆虫が住む場所を作るために、数千の穴が開いた短い丸太が数多く二階寝室の大きなコウモリの巣箱の間にある棚の上に置かれている。他にも表面に、 穴が開けられた、高さ約2メートルもある天蓋付きの粘土の卵は、孤独な蜂のための家、及び他の昆虫のための栄装置とされ、複数の蜜蜂用の巣箱も庭園に設置されている。オーストリアの自然が完全に残る地域で、自然観察に費やした30年以上にわたる、発見から、ビクトル・シャウベルガーは、機械、タービン、エンジン用の代替燃料エネルギーの生産、 または発熱用に基礎的な生活及び移動過程、原則を実行しようとしたとされる。フォルテガルデンを訪れる訪問者は、このようなうち、破的な力を体験し、生命力が出現し、成長し、発展する方法で共感することができるとしている。フォルテという名前は、異なる流れの形をした水の特徴と、螺旋型やレムニスケート型の水の動きを持つ常語から、 派生している。ありがとうございます。